クイズリングルフ、おパチパチパチお久しぶりのクイズリングルフ王です。はい、はい、じゃあまたね、山ちゃんが、うん、あの問題をね、用意してくれたみたいなんで、はい、今回はゲストのいる動画から引っ張ってきていると、5問ですね。はい、はい、用意してます。はい、はい、なんでまあ比較的最近のクイズなんで、うん、はい、まあ、視聴者さんもあの分かりやすいんじゃないかなと思って、はい、やってきます。はい、お願いします。はい、じゃあ1問目、はい、ちょっと前なんですけど、あのご結婚発表されました、うん、はい、宮里美香プロの動画からのクイズです。ゆっこちゃんももしかしてそうあの回ってるよ、答えられると可能性があります、うん、はい、いきます。2020年7月28日公開の動画からで、うん、はい、まあ、誰もがねまっすぐ遠くに飛ばしたいドライバーについてで、うん、まあ、日本女子オープン2勝、アメリカの女子ツアーでも1勝挙げてる、まあ、ミカプロがドライバーショットで一番気をつけてること。あー、思い出した。おいしそう、すごで、一応あの答えやすいように、視聴者さんも答えやすいように3つちょっと選択で用意してます。助かります。はい、はい、じゃあいきます。 A が、まあ、最初のテイクバック、うんうんうん、B が切り返しのタイミング、うんうんうん、C が、まあ、インパクトから振り切りまで。いくよいくよいくよ、せーの、 A。 すごい、うん、合ってます。まあ、2人合ってたんですけど、まあ、合ってるかどうかはちょっとまだ別なんですけど。確かに、そうそうそう、はい、じゃあいきます、うん、正解は、まあ、最初の30センチが特に大切だとおっしゃられてまして、うん、A です。最初のテイクバックです。なんかね、さすがです。雰囲気なんかそうじちゃん覚えてた、こうやってやった記憶があるんで。あー、なるほど。これです。丁寧にやれですよね、テイクバックね。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ続いて2問目いきます。はい、2問目は、うん、モーニング娘。の、うん、おお、エリポン、はい、エリポンこと生田絵梨奈さん、はい、出演の動画です。はい、これもあれか、2人、いや、私行ってない。あ、ラウンドは行ってないんだ。そうだね、うん、そう、はい。あ、でももしかしたらこれはちょっとゴルフっていう感じじゃないです、問題。はい、問題いきます、うん、2020年9月7日の動画で、まあ、現役アイドルがやってる足を細く見せる技をちょっと動画上で教えていただきました。はい、そんなやった。まあ、ちょっとこれは勘でもいいかもしれないですね。いきます、うん、まず最初の A が膝上まで隠す、膝上まで隠す、はい、靴下、うん、はい、で B がくるぶしを隠す、うんうん、で C はふくらはぎを隠す、まあ、どっか他の場所までで隠すと細く見えるんだです。それカートで話したのかな。え、全然わかんないんだけど、どこ隠したら、でもふくらはぎかな、くるぶしは、いや、膝上まで隠したらいいんだ。じゃあ正解、答える、A、B、C だよね。 A、B、C、はい、せーの、 C、 分かった。まあ、膝上かふくらはぎかって、うん、あ、じゃあ A なんだっけ、膝上、膝上か、え、あ、くるぶしも、くるぶしは B です。あ、B か、 A 子はふくらはぎ、 C、 C、 はい、膝上か。まあ、もうちょっとイメージをして各々その答えになったって感じです。はい、ですよね。ブブーです。くるぶし、くるぶし、はい、そうです。そうなんだ。まあ、その現役のね、アイドルの教えてくれることも、くるぶし、はい、なるほど、全然なるほどじゃないけど
ちょ、くるぶしで。はい、はい、では3問目いきます、はい。3問目は、まあ、アルキビオの美人候補といえば、はい、うん、中島ありさちゃん、うんうん、はい、ありさちゃんです、はい、そこからの動画です。これはね、あの、まあ、純ちゃん有利なんですけど、予告したんですよ、動画上で。これやるわって、リンゴルフォーで、うん、2021年6月18日で、まあ、動画で、ありさちゃんがアルチビオの名前の由来を説明してくれてます。覚えてない。まあ、選択なんで、いきますね。イタリア語で、まあ、アーカイブっていう意味で、まあ、それがアルチビオの由来なんですけど、まあ、みんなのさまざまなホニャララをして未来へ伝達することが由来ですが、まあ、そのみんなのさまざまなホニャララは次の3つのうち、はい、どれでしょう。 A は瞬間記録を保存、うん、B は感情を記録、うん、保存で、 C は瞬間を記録保存。分かっちゃった。まあ、みんなのさまざまな瞬間記録を保存なのか、みんなのさまざまな感情を記録保存なのか、みんなのさまざまな瞬間を記録保存なのか。ゆっこちゃんですもんね。ちょっとわかんないですよね。いや、多分これだ。おお。じゃあ言う。よ、せーの。C。A、また別れた。A A A A。瞬間記録。うん。みんなのさまざまな瞬間記録を保存なのか、みんなのさまざまな瞬間を記録。私 C。C。やばい。分からなくなってきた。まあそうだ、そうだね。多分しゃべっ。大丈夫大丈夫。そうそうそう。字で見ると分かるかもしれないですけど。大丈夫。まあ、正解はゆこちゃんです。C です。瞬間記録を保存って何かすごいことになってる、ね。いやでもそれを言って。そうそう言ってたから、ちょっともしかしたらインパクトがあったのかもしれない。瞬間記録とか言ってたよね。言ってた言ってた。言ってたよね。そう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 、間違えた方。そう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 、間違えた方を覚えちゃってた。覚えちゃってる。瞬間を記録だよね。そうそう。間違えた。そう、練習でね。練習でなんかそれで覚えてたの。瞬間記録ってさ、どこの瞬どこ瞬間記録ってなんだろう、ね。私は瞬間記録を保存って言ってたのね。あれ。今、ゆっこちゃん2問正解？うん、お私1問、はい、4問目いきます、はい、4問目は遠藤里乃ちゃん、はい、前動画からです。見てないでしょ。でもね、はい、でもね、これはね、ゴルフが分からなくてもいけるかもしれない。まあ、リノちゃんはプロを目指している選手の一人で、うん、練習の、ね、密着とか、うん、あとアレンジマッチ対決とか、ね、していただきました、はい。で、まあ、そんな、ね、リノちゃんのおじいちゃんに関するクイズなんです。おじいちゃん、あ、分かった。おっと、もう分かっちゃった。2021年6月22日の公開の動画で、まあ、リノちゃんのおじいちゃんは、まあ、なんと体操のオリンピック金メダリストということが、あの、分かりました。あれ、すごいですね。私が思ってた、もう答えが出てしまった。そうですよ。そんなね、簡単じゃないです。そんな簡単じゃないですよ。現役中に獲得した金メダルは何個でしょう。やばい、分かんない。これね、言ってるんですよ、動画で。体操の金メダリストまで覚えてたけど、メダル何個、はい、はい。まず A は5個、うん、B は1個、うん、C は8個。うん、1、5、8なんだけど、なぜか5、1、8か、怪しいな。さっきの答えなんだけど C でしょ。
じゃあそうっていう感じ、そういう選択肢する何何その説だと何が答えになるんですか。 A だね、うん、いやなんかなんとなく普通はさ158ってやるじゃん ABC なのに518になってるからあ数日読んでそういうなるほどね。おっきくめた。ではお願いします。せーの B。 A。 OK です、正解はですね金メダルの獲得は5個でした。お A です。もうそういう選手だ絶対ね読まれてるよ。ああ、僕までは読まれてるよ、ね、読まれる前が C だったからとか B だったからとかで次は A だみたいな。そのやばいな、その曜日はやばいな。読まれた。怪しいもんだって。5、1、8は怪しいでしょ、まあね、なるほど。でも次は数字じゃないんで、ね、ちょっと分かりづらいですよ。最後ですね、5問目、はい、オリモひまわりちゃん先の動画からです、うん、はい。2021年8月23日の動画からのクイズです、この時アレンジマッチプレー対決で、まあ、宮崎千恵ちゃんと対決していただいて、まあ、ちょっとね惜しくも負けてしまったんですけど、あの、まあ、個性的なキャラクターですごいまたあのファンになった視聴者さんもいたんじゃないかなっていう、まあ、そんなひまわりちゃんなんですが、あの動画で海釣りをたまにすると。海釣りなんか釣りだかもな、はい、海釣りするって言ったら何好きとかってなるじゃないですか。海鮮だって何するって。で海鮮だったらこれが好きですっていうのを言ってるんですね。へえちょっとゆっこさん、はい、あれですね。はい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 、はい、あれかな、まあ、しかもちゃんと釣って食べてるっぽいですね。あ、そうだ。だから釣れるやつですね。だからもし問題でクジラとかあったら除外されます、ね、なるほどね、はい、イルカとかイルカって言わないです、まあ、食べたらなんか捕まっちゃいそうだよね。やだやだ、イルカは可愛くて食べてきた。まあちょっとその辺でもちょっと推測はできるかなと。ちょっとノーヒントだったとしてもっていう感じで3つ言います、はい、A カサゴ。カサゴ、うん、美味しそうですよね、煮付けとか大好き。 B イカ。イカ、うん、C アジ。アジ、うん、私多分分かった。私も分かったちなみにお二人は海鮮は何が好きですか。魚、うん、何だろう、なんだろう、マグロ、中トロ、おいしい、おいしい。私はノドグロ。あー、うん、なるほどですね。じゃあ、分かったということで、はい、カサゴかイカかアジかです。はい、ABC お願いします。せーの、 B。 おあたぶんカサゴはちょっと渋いかな。若い子そんななんかカサゴっていうイメージ。アジは結構釣れるから、うん、そうね、ちょっと面白みないかなっていう。おー、考えてますね。純ちゃん覚えてた。覚えた。おー、あー、それは濃厚っすね、うん、はい、確かイカだったなと。そうでございます。正解は B のイカです。もう選択肢がおじさんなんですよ。それちょっとね渋いね。私大好きだけど、まあ、僕結構そう、なんか結構そのちょっとこう考えて、まあ、近づくかなみたいな感じで。なるほど、そうそうそう、近づいた。はいです。はい、皆さんはいくつ、はい、当たったかなね。じゃあ3個、そうか、3個だな、はい、はい、という感じで第2回クイズビンゴルフを
はい、言ってみました。はい、まあ、純ちゃん、あのリンゴの方なんですけど、はい、どうですか2回目やってみて。ちょっと僕も問題考えてみて。でもなんか振り返りだったりとか、まあ、視聴者さんと一緒に考えたりとか、まあ、コメントの返事みたいな感じになって面白いなと思いました。ありがとうございます。どうですか、なんか普通にクイズ楽しいでそれが一番嬉しいですね。なんか知った人以外でもちょっと楽しめるかなみたいな感じの動画だった。楽しい。そうクイズだったかなと、うん、なるほど。目にめっちゃ入った痛い。はい、楽しかったです。はい、ありがとうございます。はい、締めてください。第3回クイズリンゴルフ王、違う、第3回クイズリンゴルフ王が見たいなという人は高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします山ちゃんがまた考えてくれます。お願いします。はい。